はい、ピースケです。パープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今日は、はい、ガチャが更新されまして、サクチャレ応援、ガチャですね。はい、この、仙道が復刻されたガチャが復活しております。で、この、仙道と発射区が、出現率がかなり上がってるんですけども、この2人が春英の今日から始まったサクチャレの特攻で追加されたみたいです。で、鮮度15倍、発射区10倍ってことで、で、まあ SR が初回2回3回と確定なので、で、ゲドウ君プラチナが、1枚2枚2枚でつくガチャになってまして、まあ石も、350の600個かで、まあちょっと安く、使える、回せるガチャとなってますので、まあ鮮度がね、多分前のサクチャレの報酬だったと思うので、解放できてない方結構たくさんいると思うんで、まあ鮮度を解放させたいっていう方にかなりおすすめのガチャかと思います。まあ発射区はまあそのうち浴衣ハッチとか出てきたら結構ね、それ用で取っといて後で解放させるみたいなのもできると思いますし、ちょっと俺は、まあ、先導の解放と、まあ、プラチナもらって、ちょっとね、プラス5だけど使えないみたいなキャラが結構いっぱいいるんで、そいつらに回したいと思っております。で、先導は、ローリング打法持っていて、まあ、45で技術ボーナスが16ぐらいつくのかなっていう感じなので、で、やる気とかもついてるキャラですね。まあ、50% ぐらいだったと思うんですけど、まあ、発射区は選手権彼女で切り込み隊長をもらえるキャラですね。でハッチとかは、ね、結構、なんつうんですか、この修正とかが何度も入ってなんか徐々に強くなってるキャラではあるので、まあ、そのうち使えるように、今でも使えなくて北節がまあこっちないんでちょっとどうなんだろうって感じではあるんですけど、はい、使える時が来るかもしれないキャラではあるので、まあ、持っていて損はないかなっていう感じですね。はい、というわけで、まあ、30連回していきましょう。はい、コピー R 確定、まあ、鮮度欲しいね。これはもう鮮度狙いで出てます。ハッチも持ってるんで、ほいハッチというわけで10連目出てます。プラチナが1枚で SR も1枚もらえるということで、まあ、ここは確定じゃないか、確定じゃないっていうか、バナーないキャラ以外も出る感じですね。1枚誰だ、おー、鮮度カラスマ、俺 PR 持ってなかったですね。はい、ありがとうございます。では20連目いきたいと思います。これでね、鮮度を一気に解放できたら、まあそれだけでお得なんじゃないかな。普通に強いですからね。さあどっち、ハッチ、鮮度が出ない、おっと鮮度が出ない。はい、2枚出す。最後っすね。はい、30連目いきたいと思います。クリア、わあ2枚以上出ない。鮮度来い、おーハッチ PR でもいいよ。鮮度ハッチが出まくったな、まあ、ちょっと取っといてって感じですかね。は、 はい、ん、なんだ、あ、プラチナ、これがね結構効くんですよね。そしてそしてキャラ順、
なんかハッチプラゴになりそうな勢い。今2なんす。遠藤は？あれ？遠藤どこだ？あれ？見送な？遠藤がいない。あ、いた。まだプラ2か。全然だ。しかもね、ロック外してなかったって。あれれ。あれ、また消えた。あ、入手順になってるわ。すいません、グダグダで。あれ？あ、いたいたいた。彼をロック解除して、どうせだったら柳生ちゃん欲しかったなって思いますよね。はい、先導がプラニに、ハッチがプラゴになるか。でも浴衣に取っときたいな。いつ出るか分かんないけど取っとくか。 PR だけ一応やっとこう。はい、まあプラス5ならないので取っていこう、うん、って感じっすね。で、まあこの2人が特攻で追加されましたっていうことで、まあ今日からちょっとこの後早速やっていきたいと思うんですけど、春英のアクチャレですね。でランキングなんかもうすでに2万7000点出してる方がいらっしゃるので、これですね。で選択権ってことで、なんか今多分アプリのバトスタも報酬が咲く、あの選択権で、まあ、結構あっちは野球マンとか、神楽坂とか超強いキャラがいっぱい揃ってるんですけど、まあ、こっちは一ノ瀬とか、多分神楽坂にかぶせて一ノ瀬なのかなっていう感じがするんですけど、のチケット、あ、選択権は500位以上ならないと選べないですね。あとは、選択ではないランダムで出るチケットの報酬になってるようでございます。でしかも SR もらえるのがここから3000位からっすね。なのでやっぱ結構上位を狙っていかないと、まあ、狙ってか、一ノ瀬とか野球マンとか、あ、野球マンそうか、あっち1号だからこっち3号にしたのか、なるほどっていう感じかと思います。でまあ変わらずいつも通りで、まあデッキセットしてゲドクもらったりとか石もらったりとかで、まあ、補助券も結構もらえるんで、ちょっと俺今 SR 券をそろそろ天空来た時のために、あの天空来た時に俺一気に虹谷、雷、あそこは虹谷姉も含めみんな強いんで、ちょっとそこで貯めておこうかなと思ってまして、どうせ限定キャラ出ないですしっていう知らなかったんですよね、限定キャラ出ないっていうの、ミキサーとか。なんでもうそういう高校で強いキャラ狙いでやっていきたいんで貯めてるんですけど、だからまあね、ゲドクもらえるのが嬉しいですね、一番俺は今のところ。あんま今欲しいキャラいないので、正直激闘友沢とか早く出てほしいなって感じなんですけど、はい、お守りと招き、ゲドくん、補助券などなどがもらえる感じになってますんでね、これだけでもね、せめてコンプしておくだけでだいぶサクチャレはね、 やる価値あるんじゃないかなって思っております。はい、って感じでちょっとね、早速頑張ってやっていきたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。それでは皆さん、ピースな一日を。バイバイ。